佐々木県は、静岡県お前崎市出身のプロ野球選手、宇藤右内。小学生時代は、黒潮野球スポーツ少年団で、軟式野球をプレー同チームでの後輩に、広島で同僚となる、二股昭一がいた。浜岡中学校卒業後は、小笠高校に進学。1年生冬の頃に腰を痛めて出遅れるが、2年生の、オフに、 下半身を強化したことで、急速が1年間で時速10キロメートルアップした。3年生の夏の甲子園静岡県大会では、1回戦の浜松城北高相手に15個の三振を奪うも、同大会3回戦で敗退。同年のドラフト会議にて、広島東洋カープから育成3巡目で指名され、11月16日、浜松市内のホテルで支度金300万円。 年俸240万円で契約を結んだ。2018年は2軍公式戦の当番は1試合のみだった。2019年は守備練習中に足首を負傷するなどして公式戦当番なしでシーズンを終えている。2020年は今年が最後という気持ちでトレーナーに志願して体幹トレーニングを積んでからシーズンに臨んだ。さらには3月より新設されたファームの 東急動作解析班で新球種のナックルボール習得を目指して約1ヶ月間特訓し8月19日のに軍公式戦復帰当番を迎えたナックルボールをその試合で披露しつつ結果的に1回を3奪三振の無失点で切り抜けたが吉球や盗類、冒頭で満塁のピンチを招く不安定な内容だったその後に試合に当番したが計2回1 3を投げて、被安打4、吉98、3冒頭で、自責点6、防御率23.14、ホイップ5.14の成績だった。オフには、宮崎フェニックスリーグに参加したが、ここでも通打される場面が多かった。11月30日、育成選手制度の契約に従って保留者名簿から、外れたが、12月8日、育成選手として再契約を結んだ。 2021年は2軍公式戦に自己最多の4試合登板し、防御率6.75と結果を残せず、10月14日、球団より戦力外通告を受けた。189センチの長身から投げる、最速時速144キロメートルのボールと、50メートル5秒9の俊足が持ち味。変化球はスライダーを武器としていたが、現状、 実践練習などでは打ち込まれることが多い。2020年からはプロでの生き残りをかけ、ファームの投球動作解析班に所属して、ナックルボールの完全習得を目指している。広島球団側は、高校2年時から身体能力を評価しており、上記の浜松城北高相手に15三振を奪った時に獲得の意思を固めた。担当の松本智幸スカウトは、 矢蓋のようになれると評した。佐々木本人も、広島は選手を育てるのがうまい球団と聞いています。当主人も充実していて、お手本になる選手が多いと話し、将来の目標を時速1 5 0トルとした。ありがとうございます。